上がります？散らかってますけど。うん、いいの。何か用があったんじゃないんですか？ああ、あれもういいから。あれって？名前貸さなくていいから。ああ、でも。いいの。何か考える。はあ、それだけ。じゃあ。ああ、それからさ。はい。ごめんね、いろいろ。これから気をつけるわ。先生が謝った。じゃあ。先生。何？先生の家こっちです。え？送りましょうか？いいわよ、分かってるわよ。ちょっと散歩して帰ろうと思っただけよ。でもやめるわ。そうですか。迷子にならないように帰ってくださいね。子供扱いしないでよ。やーね。よく来てくれたね。はい、どうぞ。ケイさん。ん？私お断りに来ました。じゃあ帰ります。どうして？さとこちゃん、先生のとこにいてどうするの？一生アシスタントだよ。それどころか仕事なくなるかもしれないんでしょ？そこまで追い込んだのはケイさんじゃないですか。さとこちゃん、買いかぶらないで。新人の私にそんな力あると思う？先生はもうダメなのよ。多分ケイさんの足になった方が利口なんだと思います。でも全然関係ないんですけどね、私先生のコミックス読むと何度でも泣いちゃうんです。もう数えきれないくらい読んでるのに。ケイさんもいつかそんな作品を書いてください。じゃあ私先生のところへ戻ります。さゆりさん、ミルクティー。ありがとう。さとこちゃん、私の名前使いましょう。いいのよ、もう言ったじゃない。他に手立てがあるんですか？いいんです、私。よく考えてのことです。いいんだってば、さゆりさんに叱られる。私がいいって言ってるんですから。ダメダメ、やっぱりよしましょう。先生、もういいのよ。さとこちゃん、悪あがきはやめよう。どうにかなるわよ。どうにもなりません、どん詰まりです。そこまで言う？状況はこの前出版社回りした時より悪くなってるんですよ。この前公営館で大暴れしたでしょ。あれは私が悪いんじゃないもん。でもきっと噂になってます。紅林麻衣子は扱いにくいって。どうせ噂になるんだったら一発引っ叩いてやりたかったわよ。とにかくあのスキャンダルが収まるまでは仕事来ませんよ。分かってるわよ。でもしょうがないじゃない。だから私の名前で。それはダメ、それはしちゃいけないことなの。待つわよ、ほとぼりが冷めるまで。さんと牧原ゆまはペンネームだったから分からなかったんですよね、同一人物だって。あいつのこと言わないでよ。先生、ペンネーム考えません？それで持ち込みして私は代理のものってことにすれば。家が遠いとか家族のものが漫画家になるのを許さないとか言って。
理由を聞こうか。紅林先生とのことをけじめをつけた方がいいと思いまして。それにしては時期を外してるんじゃないか。小田切、他に理由があるんだろう。牧原馬が紅林先生と同じ雑誌に書くのは嫌だと言った時、私はそれを抑えられませんでした。責任を感じています。君が辞めるとなると必然的に牧原馬をうちで書かなくなるわけだ。実は牧原馬は前から他の雑誌でも仕事をしたいって言ってるんです。今までの漫画家のように一社に縛られて仕事をするのは。お前担当のくせにはいはいわがまま聞いてんじゃないよ。言ってみればこの間デビューしたばかりの新人じゃない。ちょっとおだてればいい気になって。俺の責任です。だから辞めることで責任が取れると思ってんのか。小田切、本当はもう行き先が決まってるんだろう。お前の実力を買われたというよりも牧原今の亭主だということで。分かってます。まるで運命共同体だな。別れるわけにはいきません。たとえ愛情がなくなってもあんなことをしでかしておいて別れるわけにはいかないんです。お前がそう思ってるだけかもしれないぞ。結局バカを見るのはお前だぞ。やってみなければ分かりません。勝手にしろ。いい？紅林舞子に負けない立派なペンネームを考えてね。制限時間は20分よ。名前が頭に浮かびますように。大原美代、美鈴舞、吉田舞、これ佐藤子ちゃんね。うん、どれも可愛い。佐久間さゆり、東さゆり、吉永さゆり、さゆりグレース。何これ、真面目にやってよ。真面目にやってるわよ。ダメよ。ひどい。雅子さんは栗竹沙織、炎上寺真由美、綾野浩二、真由。どう、みんな美しいでしょ。これじゃ紅林舞子を抜ききれてませんよ。ねえ、もう見抜かれちゃいますよ。すぐ炎上寺なんて凝りすぎ笑っちゃうわね。さゆりグレースよりはマシよ。雅子さんお願い、さゆりって必ずつけて。だってパパがね、拝んでたらね、さゆりがいいって。なんかさゆりって聞くとこう説教漫画みたいで。説教漫画。あとおちゃん受けすぎよ。じゃあ皆さんの意見が出揃ったところで炎上寺真由美ってことにしましょうか。じゃあとは何よ。それだったら人に聞くことないじゃないの。そうですよ、私のペンネームよ。持っていくのは私です。分かった分かった、これは私に任せてね。この場は私に任せてちょうだい。大原美代、炎上寺真由美。さゆりさんって何でも持ってんのね。これで自覚を見て一番いいのにしましょう。文句ある？文句ない。ありません。じゃあ出して。大原美代、なんで二人の、私のないじゃないの。持ってらっしゃい全部これ。さとこちゃん、はい。
これで見る限りやっぱりさゆりグレースが最高ね。冗談じゃないわよ。持ち込みする私の身にもなってください。これで決めるって言って文句なしたじゃないの。ちょっと待って。何？これやっぱり信用できない。どうして？だって紅林麻衣子で見たらこの自覚は結婚に恵まれるって書いてあるもん。結局阿弥陀くじでペンネームは吉田萌に決まりました。できた。これで明日持ち込みできますね。あ、はい。出版社どこにしましょうね。さとこちゃん、さとこちゃん、あの男、あの菊池って男。説明してもらおうじゃないのよ。あんまり時間ないんだ。俺5時のスカイライナー乗らなきゃ。スカイライナー？俺これからインド行くんだよ。一瞬頭の中が真っ白になりました。インドってゾウのいるあのインド？友達が一緒に行かないかって言ってきてさ、一回は断ったんだけど、なんかだんだん頭の中でそれが大きくなってきちゃってさ、俺そのうち30になっちゃうんだよ。40だって50だってきっとすぐだよ。俺じっとしてらんねえんだよ。今こことは違う世界とか、なんかいろんなもん見とかないとダメみたいな気がする。じゃあ言えばいいじゃない。どうして突然アパートまで引き払って、私がどんなにびっくりしたかわかる？金が欲しかったんだよ。俺敷金返ってくるじゃんか。どこにいたのよ？その友達ん家。まさか女じゃないでしょうね。違うって。一緒に行かないか？え？漫画家になるの諦めたんだろ。一緒に行こうよ。これさ、あっちの連絡先、パスポートと、あの 5×5 の写真2枚持ってインド大使館行ってビザ取って、覚えた？ 5cm×5cm の写真2枚だぞ。それでここ来いよ。絶対来いよ、待ってるからな。俺帰るのいつになるか分かんないんだぜ。そんなの！そっか。じゃあ元気でやれよな。どれもこれも同じに見えるけど、どこが違うのこれ？さゆりさんはいいのよ、素人なんだから。あ、そう。ねえ、さとこちゃん、これなんかいいんじゃない？いろいろ載ってて。さとこちゃん、インド行くの聞いてたんですか？だって心配だから。二人でインドなんてドラマチックよね。引っ張って。